テレビ朝日の森本です。政府の少子化対策についてお伺いします。今日総理も会見をされますが、児童手当の所得制限撤廃や保育施設の利用できる制度の創設など掲げていますが、あと、先ほど財源の議論先送りという話がありましたが、そもそものこの子ども政策について今どう受け止めてらっしゃるかというのを お伺いしたい。やっぱり一番肝心なところは、結婚する意欲がありながら経済的理由で結婚できない人たちがたくさんいると、それが出生率を押し下げていると、一つの大きな原因だということですね。非正規の働き方がどんどん増えてきている、小泉政権、安倍政権の下で規制緩和がなされて増えてきていると、ここにやはりしっかりと手を打たないと、いくら結婚したカップルに対しての支援をしてもそれだけでは十分じゃないというふうに思います。と関連して必要予算としては大体3兆円半ばなどと言われていますが、そして財源をまず示さないということと、あと財源はどうあるべきであるかと立憲としてはどう考えていますか。それについては私たちは所得税の改革によって累進税率や、あるいは株取引についての増税、それによって、おそらく1兆円程度、残りについては43兆円の防衛費を精査して、その規模を圧縮できる、私たちの財源は防衛費を減らしてそれを充てることと所得税の改革で十分対応できるというものです。ありがとうございます。